ましたよ、さちゃん。本当にもハゲ散らかすもんですね。じゃじゃーん、番組とはヘアネストスカルプナノシャンプー。やったー。ナノということはあのミクロよりもちっちゃいのナノということですか。そうなの。なんですか。パーフェクトワンヘアネストってね、うん、オールインワンジェルとかね、うん、クッションファンデとか、うん、あの女性のための商品を研究開発しているこの新日本製薬さん、こっからデビューした新しいヘアケアブランドやねんて。あ、分かった、新日本製薬さんだ、はい、オールインワンジェルだ、はい、あ、多分ね、あの皆さん商品見張ったらあーあーって言い張ると思います。もう必ず使ってあることあると思うんですよ。はい、こちらですば。はい、これね、はいはい、もう本当に素晴らしい商品で、もうずっと永遠のロングセラーですから。その新日本製薬さんがずっと美しい髪でいられるっていうのはやっぱり、まあ、女性にとってすごい喜びじゃないですか。そうです。そこの効果にこだわった商品を作ってるということですよね。そうなんですよ。嬉しいですね。そっか、それは信頼度がすごいです。やっぱり、ね、これ新日本製薬さん、製薬会社が作ってるっていうことはやっぱり安心感ありますよね。安心、安心。克美さん、ふわふわ。これすごいんですよ。はい、医薬部外品3種の有効成分を配合したんです。3種の有効成分配合、はい、でこれ今流行りのね、高濃度の、あの炭酸ですね。え、7900ppm 入ってますね。炭酸なの？はい、この炭酸に加えてですね、はい、超微細ナノバブルを発生させる新技術を採用しております。え、ナノバブルだわ、炭酸ガスだわ。そんでもちもちの濃密泡の中に目に見えないくらいの、うん、もう微細な泡を発生させてんねて。へー、だから炭酸ガスとナノの力でそうなってるってことですね。だから頭皮とかね、髪の毛のこの合間の汚れをしっかり落とす、うん、もうめちゃくちゃちっちゃいから。そうやね、だってナノだから。そうなのね。なんでだろう。保湿成分を34種にも配合されます。おお。その中に自社で独自開発したカプセルシコン、それはすごいです。これたっぷり潤いをチャージしてふわーっとした髪の毛にしてくれるねって。シコンってすごい、前にいっぺんすごい調べたことがあって、はいはい、紫っていうね、あと草の名前なんですけど、うん、白いお花がついて、で根っこが紫色なんですね、はい、でこれがね紫だから、昔からもうほんと高貴な方しか使ったりすることができないもので、お坊さんでも一番偉い方は紫ですから。そう、紫なんですよ、はいはい、でそれぐらい貴重なもので、抗炎症作用とか陰毛成分がいっぱいあるんですけど、それがだんだんね、なんか絶滅危惧みたいになって。へぇ、ちょっと待って、なんで資料を持ってる俺よりも詳しいね。おかしいよ。私53ですよ、はいはい、今何が困ってるって言って、お肌もそうなんですけど、お肌がかさつくってことは、これ肌1枚なわけですよ、頭皮も。お肌が乾燥してるってことは、頭もっと乾燥してるんですよ。しかも直射日光受けてる頭皮は一番乾燥してるんですよ。神様助けてください。社長、でも安心してくださいよ、はい、このねスカルプナノシャンプーはですね、1本で6役の超時短ケアができるねんて。え、ちょっと待ってください。シャンプーこの1本でですか。はい、さすが新日本製薬さんです。そしてです、もう一つあるんです皆さん。じゃじゃーん、パーフェクトワンヘアネストスカルプナノエッセンス。やったー。5種類の有効成分を配合した化学部外品、はい、シャンプー同様に炭酸、これも炭酸入ってます。そしてナノバブルを発生させる新技術を採用。すごい。そしてですね、これ発毛を促進してですね、強く丈夫な髪の毛をこう育てていけるんですよね、はい、そして元気な髪の毛が育つ女性のための育毛剤でございます。あー、すごい。これ絶滅危惧種のシコンをカプセル化した、ね、これ独自の開発成分を配合しております。発毛とか育毛とかすごい促進してくれるようなやつ。あー、今しょぼぼーってなってるのがぼよよーにもなるかもです。はい、やってみます。これはシャンプー。まずはシャンプーから使ってみます。はい、行きましょう。はい、さあこれね、使う前に振ってください。あんた嫌い。振られた。振ったらナノバブルで泡がガーッと細かくなりますから。これで発生させるんだ。そうなんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、さ
さあそして手のひらにシュッと出してください、見せてくださいよ。うわあ、ビビでしょ。うわ、ビビすごい細かい。細かい、すごい。もうね、泡っていうよりクリームです。クリームですね。クリームで、ほんでパフェのクリームよりもまだ細かいですよ。それより滑らか。さあちゃん、それをね、そーっと手のひらひっくり返してみてください。うん、どうかな。うわー、すごい、濃密濃密。あ、香りもね、ほんと爽やかで素敵で、すがすがしい香りです。わー、いい香りやもんな、こう、あわわ、あのね、すっごいね、密着っていう言葉がもうすごく皮脂にピターってひっついて汚れ取ってる感じす、感じがすごいする。でそのピターがね、もうね、この洗ってる時からもうね、保湿量がすごい、保湿されながら洗ってる感じ。この段階ですごい潤いを感じてます。洗ってんのに潤ってるって感じです。うわできないので80、90になってもボヨヨンできるように頑張りたい。